皆様こんにちは、ギリギリイクメンことギリミョッピーです。今日はですね、フシキャンプということでね、坊ちゃんとキャンプ場に来てるんですけれども、どうですか、 T シャツでございます。ついにヨッピーでも T シャツになったということで、桜満開のシーズンでございます。皆さんお花見キャンプ楽しんでるところ失礼いたします。で、今回はですね、フシキャンプの様子をお送りしていくんですけれども、この動画のメインとなってきます新型のハンモックですね、こちらをご紹介していきたいんですけれども、実は僕もですね、ハンモックね、ずっと欲しくて、坊ちゃんがね、かなりハンモック大好きなんですよ。なのでハンモック一つあれば遊具のないキャンプ場でも時間潰しができるということで、こちらの商品ですね、しっかり紹介していきたいなと思います。こちらエニーマカというハンモック専門会社ということでございます。注目したいところは特許出願中のデザインということで、セットアップがめちゃくちゃ早いっていうことなんですよね。で、僕もですね、いろんなハンモック使ったことあるんですが、ちょっとセッティングがめんどくさかったり収納がめんどくさかったりするんで、この形を見た時にね、いやもうこれやなと思ってずっと気になってたハンモックでございます。で、持ち運びに関しては約10キロということで、一般的なねハンモックもそれぐらいの重量かなと思うんですが、形的にですね、展開してしまえばそのまま持ち運びできるのが特徴かなと思います。で、実際の収納ケースに入れるとこれぐらいのサイズ感でございますね。ハンモックを持ってこようと思うと結構ねスペースは取るんですが、収納ケースじゃかなりしっかりしていて持ち運びはしやすかったですね。そしてもちろん設営もそうなんですが、こうやってね収納に関してもさっと引くだけで超簡単に撤収できるということで、設営撤収に時間かけたくない僕にとってはもう最高のアイテムやなと思いました。耐荷重は250キロということで、大人3人が乗っても大丈夫でございますね。それでは早速ハンモックでねガシガシ遊んでいきたいなと思います。はい、どうでしょう。おぼしが乗るとこんな感じでね、前のハンモックとかだと結構ね揺らすと不安定な感じだったんですけど、やっぱこれこのクロス部分が広い分ですね、安定感ありますね。これ一応薄手のポリ素材みたいな感じになってるんですけど、これ互換性あるみたいなんで、このポリ素材が嫌だっていうことであればね、布製のやつと交換することもできるっていうことですね。どうですかおぼし、ハンモックモックは、ハンモック好きやもんな。子供が使うにはちょっと背は高いか。一人で乗れそう、それ一回置いてみ。一人でも降りる、一人では乗れるか。そうそうそう、どうやって乗んの。そこに足かけれるから一人では乗れるな。ちょっと怖いんやな。ドシーン、オッケー、いけるね。お、いいやん、いいやん、ピヨヨヨヨン、あっぴよよよ。深さはありますね、こういう感じで。まだまだ余りがあるんで、まあ、総重量が大人3人でもいけるってことなんで。あと収納ケースがめちゃめちゃいい感じでしたね。ゴルフバッグみたいな感じなんですけど、かなり頑丈でした。いや、花田専用の遊具がやっとできたわ。ハンモック好きやろ。そして今回ね、屋根付きいただいたんで屋根付けていきましょう。あと何、ドリンクホルダー。ドリホルはどこや。これシェード。おお、なんか組み立て式になってるのかな。やっほー。いやー、そう、大事なこと言わせてました。こちら幕開けで絶賛発売中でございます。詳細は概要欄から。ほう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 、細いポール、ここにポールを入れるのね、おそらく。意外にでかいから広いところでやった方がいいな。これ広いところでやってくる。できたできた。来た来た。ここに入れるだけか。簡単や。こういうことか。お。バイバイ。お、いいやいいや。めっちゃいい感じ。いくれ。うん。手順さえ覚えたら簡単ですね。存在感はすごいな。やっぱ普通のハンモックよりはサイズの展開としては大きいですね。どっこして、なんてやん、おった、やめて、おしい、はい、ふったおしい、おった。いやー、やれとドリンクホルダーはいいっすね。快適だ。雨にね、どんだけ耐えれるかどうかはわかんないんですけども、タブ車にね、ハンモックを展開すると結構場所取りますからね。夏の日差しにも良さそう。マリが気に入りそうやな。寝れる。赤色やから赤ピークみたいじゃないか。そうやな。でも黒ないもんな。黒一個しかない。赤ピークミンってどんなんやっけ？鼻があんな。
ピクミンって尻尾あったっけ？ないで。ないで。かっこいい。かっこいい。恐竜みたい。恐竜みたい。赤ピクミン恐竜。赤ピクミン恐竜みたいな。カナタはキャンプ楽しい。うん。パパ通れるから。うん。できました。それは？マッシュ。マッシュ。好きな？うん。なんか可愛いね。練習で使ったやつ。ほらね、ほら、いっぱい。はい、ということでね、こちらのハンモック一日使ってみた感想をね、お伝えしていきたいなと思います。まずこのデザインはよくあるハンモックとは全く違うフレーム構造になっていますので、これだけで見た目がめっちゃかっこいいです。その分ね、設営スペースは通るような感じですね。で、この構造になったことで持ち運びがね、かなりしやすいですね。重量は10キロなんですが、このフレームだとそれほどの重量を感じることなく、女性でも持ち運びできるかなと思います。で、使用してみた上での注意点なんですが、お子様が利用される場合、下のクロスフレーム部分が通常のハンモックよりも高さが出るので、小さなお子様ね、特に落下注意でございます。お子様が一人で利用するとなると、身長は120センチぐらいはいるのかなと思いました。そして僕の中で一番のポイントはやっぱり撤収の速さですね。通常のハンモックスタンドはやっぱり撤収に少しの手間がかかるんですよ。時間を考えれば 1,2 分の差にはなってくるんですが、この撤収の速さは価値あるものだと思いました。今から暖かくなってきて、外で過ごすことも増えてきますので、こちらのハンモックも存分に活用していきたいなと思います。また何か気づいた点などあったらね、動画の中でお送りしていきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.